そう、まあ、花エレなんかも結構こう人となりを想像するというかね、もうシュッと。なんとなくどれもちゃうと思うねん、削り方っていうか。僕は広大人しとっても、だから結構とっくりはその人となりをこう想像して作ることが多いな。これもなんかシュッとなんかこう着物着てるようなイメージ。人物がこうモチーフになってることが多い。種類の釜から出たやつが今ある。その中掘り出すときにある程度こう分厚すぎないように、重たすぎず無駄な土をまあ省くっていう感じ。別に軽くするっていう意味じゃなくて、まあ適度な重さと重量感と無駄に重たくならないようにという。うちはある程度それは作りながら考えるんやけども、こう最終仕上げ的な部分でもあるから、口の仕上げは口が弱いとやっぱり弱いし、うん、ただそのボディとの兼ね合いもあるしね、あんまりこう口だけ尖らしてもなかなかねこうアンバランスになったり、このボディやからこういう口っていう風にはまあ考えて作ってるつもりやけど、うん、まあ、それが焼いてうまくマッチングするかどうかっていうのもまた別問題やけど、茶碗は茶碗、そのぐい飲みの延長的に作れたら一番楽しいのは楽しいのよ。けど、まあ、茶碗やってこう何ちゅうの気負って作ってしまうと、どうしてもなんかこうまとまってしまうというか、そういう風に思って作らんと、なんかこういうもうそのいろいろあってやん的な、なんかこうぐい飲みの延長上に考えたら茶碗は割と作れるよ。だから逆な発想でいいんじゃない、抹茶碗を作るベースでこれを作るっていうか感じで、うん、でこれをまあだからそれぞれぐい飲みを作る感じで茶碗を作って、で茶碗を作る感じでぐい飲みを作ってみたいな。